画面の前の皆様こんにちは、ベルクラーです。そしてこの骸骨、この不気味な骸骨がね、誰かというと、まあ死で始まってんで終わる人を。んなん、あ、本当だでしょ。いやいや、自分の名前が、自分の名前だよそれ。そうだそうだと、うん、んで終わってるから、ね、今月さ、うん、すごい風邪ひいちゃったじゃん。あ、それで痩せちゃってね。痩せたね、だいぶ。これなんかでもあれだよね、あのじいさんもちょっと見ない間にさ、なんていうの、ただれたね。病気だろうね。これはかなりやばいレベルの。最近ちょっとね、体調かんばしくなくて。言ってたね、言ってたね。もうこんな状態ですね。二人してやばいね、これはね。まあね、篠宮さんも体調崩してね、咳込んでた、ね。そうそうそう、むせてんだよね。その挙句こうなってしまった。そう、あの骨になっちゃった。つるっぱげ。なんか後ろにもう NPC に突き飛ばされる。NPC になんかすごい怒られそうな雰囲気ですけど。なんかもうすでになんか非難の目で見られてんだけど。まあ商売の邪魔だろうねこれね。マジか、下手屋さん強いわ、見るからに強いわ。いやー、あれですね、釣り以来ですね、これ。そうそう、公式イベントの釣り以来ですよ。うん、懐かしい。もうすでに懐かしいです。ダメ。あー、成績ね。そう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 、ダメだったな。なかなかやっぱ、ね、全然釣れなかったわ。試し釣りっていうかさ、5匹釣ったら出たんだけどね。あ、そうね、試し釣りの時に、うん、まあまあそのおか運を使ってしまったっていうね、すごいクマだ。いいでしょ。いいね。うん、いや今回何をやるかっていうのはちょっとね、篠宮さんからねお誘いを受けてね来たわけですよ。はい。何ですか今回これ。私なんでこれ呼びつけられてるんでしょうかね。これ何なんですかね。10月でしょ。はい。10月といえば。10月といえば。ああ、もしかしてそれ歯で始まってんで終わるやつですか。全部そんな感じだけど、そう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 、うん、ハロウィンと、そうそう、ハロウィン、そう、ハロウィンイベントはこれさ、エルダースクローズであるってことなんだよね。うんうん、うん、で無料のコンテンツで来てるんだよねこれ。そう、うん、実際に、あ、しまった、あ、しまったえ、アウトだアウトだ、逃げろ逃げろ、さよならさよならさよなら、またか、間違って B 押した、間違って B 押した。さっきも町人殺してさ、証拠隠滅だっつって。いやいや、そうね、ちょっと証拠隠滅でちょっと人を殺めてしまったっていうのはあるんだけども、殺害してしまったんだよ、うん、まあ、61ゴールド払って許してもらいました。安すぎるよね本当に、うん、人の命が軽い世界ですから。恐ろしいことだよ本当に。でそのね、このただのやつね、はい、これ特別オファークロウコーラーっていうね、やつなんだけども、このね笛を吹くことによってなんか魔女祭り、うん、っていうのがで始まるんですか。魔女祭り、そうそうそう、うん、魔女祭りをだからちょっとこれやっていこうかなと、2人でね。はい、うん、私ねちょっとよくわかんないから、この辺まあ、篠宮さんにいろいろ教えてもらいながらね、まあ、やっていきたいと思いますよ。これマジョック、あ、クロウコーラ、これね、これ戦利品使っていきますよ。はい、使います。これ見えんの、そっちに。一応吹いてたね今。お、ウチマスが出てきた。うわ、見えてる。これは見えないな。もっと近く来いって言われてますねこれ。うわー、これすごい、おばあちゃんね、腰曲がってるでしょ。曲がってる、ものすごい猫背、うん、恩恵、どんな恩恵だと。あ、なるほど、醸造薬を集めると。もう一回言って、もう一回言って。醸造薬を集めると。そう、醸造薬を作るんだね。でベースはかぼちゃだからすっごい美味しそう、うんうん、小動物の内臓とかぼちゃ。うん、タムリエルは危険なダンジョンにあふれている。急に喋んなくなったぞこのばあちゃん。
エキスはあなたに付着して、醸造薬に正しい風味を与えてくれる。分かった、資料を持ってこようということで、これ探さなきゃいけないんだね、うん、かぼちゃ、あれかぼちゃ内臓を集めるが完了したね。すで、まあ、に中で手に、うん、あの料理の材料とかで手に入ってたらもう OK みたい、ね、あと釣りの内臓で死のエキスがあと足らないみたいですね。そう、その死のエキスを取りに行かないといけないという。なるほど、はい、これを手伝ってもらえるわけですね。うん、いいじゃないですか。楽しみですね。久しぶりの冒険なんでね。じいさんちょっとはがどっちゃう。じいさん、もうここじいさんとばあさんと骸骨しかいない。もうこんななんかあのなんだろう、しみったれな、なんか冒険もあんまりないですけどね。難しいね、なんかちょっとなんか、うん、そうだね。ほらよっと、もうやめろ、危ない橋を渡るの。いやほら、魔法使えるから使ってかんと、これその辺の誰かにまたぶつかるかもしれない。まあね、確かに。とりあえずドルメンか、はいはい、ドルメン、もしくは、ダンジョンの、あの、うん、ボスがいるっしょで、うん、ワールドボスっていうかフィールドボスか、うん、あの、はい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 、いたやつはね、うん、この間ワンタムリエル、ワンタムリエルになって、うん、ベラボーに強くなっちゃってさ。なるほど、これやばいんだね。もう2人でもちょっときついんじゃないかな。3人4人いないと。ただ我々3人4人いないっすからね、これね、うん、しかもじいさん、じいさんひ弱そうで、ね、じいさんちょっとこれレベルまずいことになってると思いますね。かなり寿命短そうなじいさんだよね、うん、16ですからねこれ。まあまあしょうがない、とりあえずなんか一番簡単なところからやっていきましょうか。ちょっと案内してもらいましょうこれ。はい、ちょっと待って、ブレナンブラでなんかドルメンは楽そうだけど、うん、まあとりあえず、うん、これってダンジョン、ダンジョンの方がいいの、この先には、ならず者がいる、ね、ダンジョンかな、ならず者がいた、え、任してくれ、ならず者の私が一丁やっとこうじゃないが、まずは肩慣らしだ。あ、後ろか。そうそうそう、降りちゃった。あ、降りちゃった。いや大丈夫大丈夫、この程度私一人でやれますんで。本当だ本当だ本当だ、ならず者。ならず者来てたんですよ。危うく命を取られるとこでしたよ。いや久しぶりに来たけども、やっぱり綺麗だな、うん、自然豊かな感じが、これやってて楽しくなる。いけるいける、ここ、ここ行こう、これか、はい、イレッサンの塔のダンジョンと、もういいじゃん、私ダンジョンっていう言葉聞くともうちょっとワクワクするからね。最近ダンジョン飯というね漫画を買いまして、ああ、あれ買ったんだ、あれ買いました。お、メモが落ちている。あ、お、なんだ、何か召喚したか。そうそう、ああ私のペット、うん、このペットね、どこにいるの、あ、ここここ、これね、はいはいはい、しょっちゅう行方不明になるからね。行方不明なんの。なんで。死んでるんすけど、ここで。あ、かそこに今、うん、これ絶対重要そうな人でしょ、これ。あ、人がいたよ、ほら。え、待って、これさ、上じゃないかい、これ。こっちじゃないかね。上か。あれ、ちょっと待って。これ。これでしょ、こいつ。これか、こいつでしょ、なんか岩の下敷きになって死んでないか。こいつボス。こいつボスやろ、絶対。完全に押しつぶされてますよ、これ。こんなところに、落石で死んだわな、俺。落石で死んじゃったっぽい。違うじゃん、違うよ、これはきっとクエストだよ、クエスト、ほう、わかんないけど、うん、ちょっと待って、こんなそんなボスいないっしょ、落石で死ぬボスだっていることはあるでしょう、たまには。はい、いた、んいたよ、お、マジか、オッケー、任せろ、やつを、やったれやったれ、よしよし、やっと来たな、おい、やっと肝炎来ましたね、これ、こっからですわ。
見つけるのにものすごい苦労したけど。いやーまさかの、いやー勝ち上げ勝ち上げ、この女すぐとは海炎ガエタネって書いてあるけど、ガエあなた名前がそもそも間違ってますよ。あの海炎ってどなたっすか。ガエタネって書いてあったけど、ガエタネ取った、まあまあ取りましたけど、クエストアイテムだね、うん、死のエキスありました。お、オッケー、じゃあこれからがね、うん、ちょっとこれからがやばい、いや、やばくはないんだけど、やばくはない、はい、どうなるのこれ、とりあえず出るか、やりましょうか。もうここ用なしだもんね、うん、いやまさかの開演じゃなかったっていうね、全然違う人でしたね。ちょっとね、まあよくあるある。全然違う人でしたね。どなたなんですかね、海炎っていう人は。あでも聞いたことあるよね。まあ聞いたことある気がしますね、確かに。気のせいが、なんとなくね。もう大丈夫、今よくある名前、ね。さあグレナンブラに戻ります。はい。でここで。あれこれ使うんじゃなくて、さっき使ったとこ戻るってことかな。違うんですよ。え、何、マップを見てください。マップ、はいはい、マップね、見ました。マップっていうか、うん、まあクエストだよね、クエストの、うん、ばあさんのあの受けたやつ、ウィッチマザーの取引だっけか、うん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 、そしたらそこの場所にウィッチマザーの取引、これね、うん、こう上の方やん、これ。そう。ああ、じゃあ近場のあれかね、祠から上に北上していく感じですかね。まあ、もうこっから飛ぼう、飛べる？飛ぼうか。飛ぶ？じゃあ私そこについていきますけど。じゃあ来てくださいね。はいはい。きます。いやー、なかなか贅沢な使い方ですね。普通にそこの旅の祠からジャンプすればいい気もするんだけども、あれ旅の祠からって、旅の祠に飛ぶのってお金いらないん、うん、いらないんです。え今更今更っすか。旅の祠から旅の祠はいらないっすよ、言うときますけど。あのね、ええ、私はね、うん、もうすぐでチャンピオン86になるんだよ。そうですね、だいぶ来てますよね、レベル50に達してね、ずっとソロでね、うん、ただの一度もね、うん、祠から祠に飛んだことがなかった。ねえ、もうずっとタクシー使ってるようなもんですよ。そう金を払い続けるもんだと、うん、違います、飛んでいたのですよ。違います、あの祠から祠に基本的にはみんなね、移動します。大変なことがこの数ヶ月経って初めて、大丈夫ですか。やばいね、なんかこういうのいろいろありそうだよね、本当にいっぱいあると思いますよ、うん、はい、じゃあ、はい、向かってください、うん、向かいましょうか。じゃあ、はい、目的地をじゃあちょっと設定しときます。だいぶ近いやん、これ。うん。便利なの。だいぶ近いとこ来てるわ。さあ、行きましょう。はい。こっちか。ああ。クマすごいな。荒ぶってる。荒ぶってるでしょ、これ。いいでしょ。あ、ならず者いるぜ。ほんとだ。仕方ねえな。なんで言っちゃって、降りそんなに、そんなにあれなん。ならず者はやっぱり、ねえ、いつ襲ってくるかわかんないですから。ほら、いい人をね、殺すこともあるかもしれない。いや、もう、ほんと、襲われる前に襲っとく。なるほど。ドラマ、ウォーキングデッドでもね、そう言ってました、主人公は。おー、襲ってくる前に襲っとく。襲われる前に皆殺しにするんや、つって。それはちょっと危険な。あ、かぼちゃが用意されてる。もうすごい、ハロウィンっぽいよね。うわ、すげえ、これ。ハロウィンっぽいね。なんか今ハロウィンのなんか SS を撮るやつとかもね、あ、そう、うん、なんかあるもんね、うん、それも後でやりましょうか。はい、さあ入ってきます。
ほーわ、すげえ。かっこいいよね。かっこいいね、これね。なにこれ。あ、いた、ウィッチマザー。持ち帰ったのね。望むの持ってきた。取引を忘れるなと。さあ、はあはあはあ。収穫の死の、はいはいはい。なんか混ぜ込めで混ぜこぜしてるよ、これ。なんかやっぱ魔女と言ったら大釜よね。うん。え、これ食うのこれ。食べるみたいだよ。絶対ダメやん、これ。ばあさんが、ばあさんの杖で混ぜた。いやー、ばあさんの汚いな。明らかにやばそうなね。やばいね、うん。ウィッチマザーの笛を、手に入れることができました。お、うん、おー、あー、しかもレベル上がっちゃったもんね。適当なとこで使ってください。あ、使って。おーっと、カラスがやってきてからの。その。あ、カバが出てきた。うん、カバ出てきた、これ。入っちゃう、これに。ちっさんまで煮られてんの。それ使ってみましょうか、この大釜、はい。かぼちゃの内臓。うわー、腹下す。あれ、私、ゾンビから骸骨にダイエットすることができました。ようこそ、シェイプアップできました。シェイプアップ。これ、これ。で、うん、ここからなんですよね。この、ここから、はい。ここから今度、うんうん、また同じように、うん、あのドルメンかもしくは、うん、男女のボスとか、うん、フィールドのボスとかと倒したら、うん、なんかいろいろもらえるらしいんですよ。なるほど。え、もらいこうよ。じゃあちょっとね、うん、人いるかちょっとわかんないけど、ドルメン行ってみようか。ドルメン行ってみましょうか。手早いかもしれない。取り付けるんかな。とりあえず行くしかない。これで、あー、なんかいろんなとこ私発見してますけど、新たな。なんかいろんなものを無視して、クエストを無視して、うわー、敵陣じゃないですか、これ。すず、すんじゃ、あいたー、落とされた。そう、あ、死にそう、大丈夫。やろー、ぶち殺したら。来るんじゃねえ、この野郎。すごいな。なんだおりゃ。おい、どうなってるんや、俺。すごいね。すげえ生きてるぞ、おい。めっちゃすごいわ。おら、雷くらえ。ぶち殺したら。ちょっと待って。これが戦争や。こんな戦い方する普通。これが戦争や。うら。すんごいことなってんで。いや、勝ってみせる。この戦いに勝利してみせるぞ。ちゅうか。めちゃくちゃタフだよね。めっちゃタフやん、これ。こんなやら、なんか骸骨までおるし、魔法使いからやらんといかんな、俺。そうだね。うん、まあでももう余裕だ。あれあれあれ、いやー、びっくりしたな。いやー、これはすげーな。なんか変な幽霊もいるし。 よくやれたね、これ。いや、しのぎました、私。なんかもう凍ったり、なんか燃えたり、なんかいろいろ忙しかったですけども。ちょっと待って、でもこれ、うん、こんな思いまでして、クライマックスみたいなもんだったぞ、今の。これなんだ、これ、降りる。降りんのこれ。マジで。こっから、え、ここ降りる、降りようか。え、その下なの。下なのそれ。死ぬやろこれ。そう、やばくないそれ。あ、いけたいけた。あ、いけた。まあまあ死んでるようなもんですからね、もう。まあね、骨だからね。うん、よし、じゃあ北上しようか。うん。何。いや、なんかスカイリムでもそうだけど、無理やりな生き方をするからね、こういうゲームは。もうちょっと生き方よくわかんないね、これ。あんなに敵に囲まれると思いませんでしたよ。いや、これ、あ、賢いことしてんな。そこはジャンプしないと海に足を取られますよ。ちょっと予想見してたわ。あ、ここですか。はいはいはい。おお、うんうん。遺跡？どう？人いる？人の気配が全くしませんけど。いるいる、いるわ。いる。いるいる。
これは味方の人たちですね。そうです、骨だけ。他のプレイヤーが待ってるわけ、これ待ってるわけですよ。ああ、そういうことね。ボスを待ってるわけね。ボスっていうかこのドルメン、ドルメンを待ってる。うん、うん、この辺で適当に、うん、来ました来ました、一応やったろうじゃないか。はい、うらやっと、うらやっちゃって、うら来た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 、これからガンガン来るからね。いや、ガンガン来る。これね、よくねやってました私も、うんうんうん、かぼちゃが落ちてる、落ちてきた、面白いな。おい、来た来た、エイリアみたいなやつ来てる。おお、範囲広、範囲広いねこれ。で倒すと、うわ来た、あれなんだよ。うわうわ、うん、なんでしょう、宝箱、はいはいはい、ああ出てくるもんね、うん、あれ、それを開けて、うわでけえなこの戦士、やばいやばい、うる死ねえ、なんか破壊、やったれやったれ、まあ、悪を全滅させよう。よかった、ある程度人がいて。そうだね、うん、これ人いないときついからね、ちょっとね、うわあー出てくる出てくるうわーデブ来た、デブ来た、デブ来た、なんかを破壊、オッケー、うるうるめっちゃ出てくるなこれ、うん、こんな多かったか。よしよし、おモラグバルが喋っていますけど、うんうん、さあ来るぞ、うわー来た、なんか落ちてきたとき尻餅つくんだねこれ、この下そっち行ってるぞ、お一瞬やなおい、さすがあのデカブツ一瞬やったなおい、これは気持ちいいですわ。あーはいはい、おまだ来る、まだ来る、あもう終わり、うい、もう終わりやん、宝箱だよ、よし来た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 、さあ楽しみやな、ドルメンの宝箱、川のアームカップ、おベアウルフ側の、指輪と、うん、おここ、これこれドレッドの、うん、あのシブキンペインロードっていう、うん、こいつ、うん、こいつから、これか、取れた、取れたと思うよ、所持品、はい、レイドラナースカある、これだ、この手桶には多くの魔女や妖術師が好んであろうアイテムが含まれる、使います。あら内臓アンバーマーブルとサクサクでヘルシーなかぼちゃの、軽食串のレシピ、私、クラフトモチーフ42第12章ホロージャックの肩防具、うん、ほうちょっとレシピ覚えてみましょうか。ここはもう OK なんだよね。 OK というかもうこれをひたすら繰り返す、あこれをひたすら、これで何が集まるの、なんかさっきのそういうクラフトモチーフだったり、うん、あ珍しいものかね、レシピと、あとあの仮面、うん、仮面欲しいな、仮面が手に入るらしい、お化けの仮面、ね、うん、お化けの仮面欲しいな、うんうん、いいじゃん、それをもうただひたすら、あとはそれを集めるって感じ、うん、お面がだから次行くところで出てくれたらね、なそのもう一つ何かあるんですよ、ダンジョンでしたっけ、あー行ってみようか、じゃあえら行かせぬやりました、お手に入ったよ、大変だなちょっと、いやこれ大変だったね、いやでも3人で行けたね、なんとか、いやはやは、あーこれちょっと手に入ったやつをちょっと見ましょうか、すごいなこれは、うん、大変でしたねほんと、おホロージャックの今度探検だ、うちも探検だ、モチーフ来ましたね、やっと違うやつが来た、やっと来たね、もうダンジョン行かなくてもよかったじゃん、ね、まあまあこんな感じっていう、うん、そうだね、うんうん、こうやってホロージャックシリーズを集めていくこともできるとね、おめいうことみたいですね、でもやっぱレアなんだね、うん、うん、
GG と打ってるね、さっきの人が。よかった。いや、よかった、本当に。うん、最後、勝ててよかったっすわ。うん、まあ、こんな感じで集めていきましょうよ、また。はい。じゃあ今回はハロウィンイベントということでね、はい、動画にした次第ですけども、また何かありましたらやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあお疲れ様。お疲れ様でした。